ようこそ、ゆっくり鉄道博物館へ。以前、奈良県と三重県で近鉄が JR よりも強い理由を紹介したのを覚えているかい？よく覚えているわ。確か、近鉄の元となった会社に大胆で意欲的な経営方針があったからだよね。覚えていてくれてありがたいぜ。今回は、そんな近鉄の動画に関連し、なぜ名鉄は愛知、岐阜で名鉄王国を形成できたのか？と題して、名鉄が愛知県と岐阜県で強力な勢力圏を形成できた理由を紹介していくぜ。今回は東海地方を代表する一大私鉄の名鉄を取り上げてくれるのね。それじゃあ早速見ていきましょう。まず今回取り上げる名鉄を簡単に紹介するよ。名鉄こと名古屋鉄道株式会社は愛知県と岐阜県を基盤とする鉄道会社だ。名鉄の前身となる会社の創業は今から130年ほど昔の1894年6月25日と、民営鉄道としては日本で3番目の歴史を持つ歴史のある鉄道会社でもあるんだよ。19世紀に創業してたの？そうなんだぜ。2022年3月末の時点で総営業距離は 444.2km と、私鉄では近鉄東部に次ぐ第3位の路線網を誇り、駅数では近鉄に次ぐ第2位となる275駅を要しているんだ。歴史、そして規模でも全国トップクラスの私鉄なのね。そんな名鉄は名古屋本線などの幹線からローカル線に至るまで、様々な性格の路線を抱えていて、多くの支線が分散する路線網からミニ国鉄と揶揄されることもあったんだぜ。確かに名鉄って路線数が多いイメージだわ。だから愛知、岐阜両県においては都市間のスピード輸送に特化した JR 東海に対して、名鉄は地域密着型の利便性を強調していったんだ。その結果、JR 東海の路線がない地域はもちろんのこと、JR 大田線が乗り入れる上駅に隣接する名鉄広見線の新上駅や、JR 高山本線が乗り入れる鵜沼駅に隣接する名鉄各務原線の新鵜沼駅などでは、名古屋方面へのアクセスの利便性から利用者で JR を上回っているんだぜ。JR 東海がカバーできていないところをうまい具合についているわね。さて、名鉄は中部電力や東邦ガス、東海銀行や松坂屋とともに、名古屋経済界の中核を担う名門企業として、旧名古屋五設家の一社でもあるよ。また、鉄道事業以外でも、東海地方を中心に数多くの不動産を所有しているから、これらの開発事業も経営の重要な柱となっているんだぜ。そうなると、他の大手私鉄みたいに、いろんな事業に取り組んでいるのかしら？ああ、そうだ。名鉄もレジャーや流通産業などの関連事業を中心に多角的な企業展開を行っていて、延べ200社以上のグループ企業を擁する名鉄グループを形成しているんだ。200社以上も？かなり大きなグループじゃない。代表的な名鉄グループ企業として、豊橋市や田原市で鉄道事業を行う豊橋鉄道、バス事業を行う名鉄バスや名鉄観光バス、百貨店を運営する名鉄百貨店のほか、名古屋、仙台、苫小牧間で定期航路を運行している太平洋フェリーなどがあるぞ。フェリーまでもが名鉄のグループ会社だなんて思わなかったわ。それじゃあ次から本題の、名鉄が愛知県と岐阜県に強力な勢力圏を形成した経緯を見ていこう。名鉄の始まりは1894年6月25日に創業した愛知馬車鉄道という会社なんだ。馬車鉄道？機関車じゃなくて馬が線路の上を走る車両を引く鉄道のことだぜ。要はレールに沿って走る馬車ってことか。そうだな。そんな馬車鉄道を名古屋市外に都市交通機関として設置するために設立されたのが、この愛知馬車鉄道だったんだけど、その前途はかなり多難だったんだぜ。一体何があったのかしら？会社設立の翌年にあたる1895年に勃発した日清戦争の影響で、愛知馬車鉄道は出資者が集まらず資金を調達するのにかなり苦労したんだ。嫌なタイミングで戦争が起こったわね。そんな中、日本で初めて電車を運行した京都電気鉄道が救いの手を差し伸べたんだ。京都電気鉄道は後に市営化されて京都市電となる私鉄なんだけど、京都電気鉄道は余ってしまっていた愛知馬車鉄道の株式総数5000株のうち、過半数となる2800株を引き受けて資金援助してくれたんだ。資金調達には目処が立ちそうでよかったわ。また、1896年6月には計画を馬車鉄道から電気鉄道へ変更した上で、社名を名古屋電気鉄道へ改めて再出発したんだ。そして、1898年5月6日には、笹島、県庁前間 2.1 キロに、日本で2番目となる電気鉄道が開業したんだぜ。名鉄の始まりは、たった 2.1 キロという、かなり短い路線だったのね。この路線は、都市内の交通需要に応えるというよりも、国によって敷設された間接鉄道の名古屋駅と、県庁がある名古屋市街地をつなぐという側面が、かなり色濃く現れた路線なんだ。
また、続いて開業した柳橋、押切長官も、名古屋市街の外側を沿うような路線で、市街の中央部を網の目のように走る路線の建設は、なかなか実現できなかったんだぜ。どうしてなのかしら？それは、市街地は道路の幅が狭く、人力車や荷馬車の往来が激しいという事情があったからなんだ。繁華街などに鉄道を通すのが難しいのは、昔から変わらないのね。それでも、1908年5月に、境町、熱田駅前間が開業すると、名古屋電気鉄道は、都市交通機関としての進化を発揮するようになったんだ。栄って、今でも名古屋の繁華街として有名だよね。さて、名古屋電気鉄道が、市街内部に路線網を張り巡らせていた頃、愛知県内では、関西鉄道や美西鉄道、豊川鉄道といった私設鉄道が営業していたんだ。関西鉄道って、確か今の JR 関西本線などの前身だよね。その通りだぜ。関西鉄道は1895年に、弥富、桑名間の開業によって、名古屋、草津間が開通。名古屋と関西を結ぶ路線として、東海道線と競合関係にあったんだ。関西本線は今でも、名古屋と関西地区を結ぶ裏ルートとして、鉄道ファンの間で親しまれているわね。一方、美西鉄道は、愛知県西部の紡績業の町である津島を、関西鉄道に連絡する目的で設立された。1898年に、津島、弥富間を開業させると、2年後には一宮に達したことで、東海道線とも連絡するようになったんだ。また、豊川鉄道は、日本三大稲荷の一つを擁する豊川町を、関節鉄道に連絡するために設立され、1897年には、豊橋、豊川間が開業しているんだぜ。名古屋電気鉄道の他にも、愛知県内にいろんな私鉄が付設されていったのね。名古屋市内に網の目のように路線網を張り巡らせていた名古屋電気鉄道だけど、初代社長の上野金之助はアメリカ視察の際に見たインターアーバン、つまりは都市と都市を結ぶ電気鉄道路線に刺激を受けていたんだ。市内だけじゃなく名古屋周辺の都市にも注目するようになったのか。そして1912年8月には郊外路線となる押切町、岩倉、西印伝間の一宮線と、岩倉、犬山間の犬山線が開通したことで、名古屋市内と尾張北部が結ばれたほか、1914年1月には、津島にも郊外路線が達したんだぜ。名古屋と他の都市を結ぶ路線が、続々誕生しているわね。この頃、1910年に設立した愛知電気鉄道が、1913年に神宮前、常滑間を開通したほか、瀬戸電気鉄道や美濃電気軌道などの私鉄も次々と誕生していったんだ。ただ、こうした鉄道会社の設立ブームの一方で経営が厳しくなっていく会社もあって、その筆頭が美西鉄道だったんだぜ。確か、関西鉄道が通る弥富や東海道線が通る一宮と津島を結ぶ路線を抱えた鉄道会社だよね。ああ、そうだ。美西鉄道は直接名古屋と結ばれておらず、両端の弥富や一宮を介して間接的に名古屋と結ばれていたから、名古屋電気鉄道が名古屋と津島を直結させたことで多くの旅客が奪われてしまったんだ。そりゃあ、誰だって直接名古屋へ行けるならそっちを選ぶわよ。さて、名古屋電気鉄道は創業以来、市内線と呼ばれる名古屋市街を網の目のように走る路線の拡充を進めてきたんだけど、割高な運賃や運行時間などに対して市民の不満が募っていったんだ。1914年9月6日には電車運賃値下げ問題市民大会が開催され、会社の方針に憤慨した市民が5万人も集結したと言われているんだぜ。5万人ってかなりの規模じゃない。そしてこの大会が終了した午後7時頃から興奮した群衆がデモ行進を始めて市内に繰り出すと、通りかかった電車を破壊したのを手始めに数グループに分かれて各所で電車を襲撃放火していったんだ。ひえ、この緊張状態は翌日以降も続き、9日に軍隊が厳重な警備体制を敷いたことで、ようやく騒動は沈静化したんだ。一連の事件は電車焼き打ち事件と呼ばれ、多くの車両や設備が被害を受けたんだぜ。集団心理って恐ろしいわね。こうした事件を受けて、名古屋電気鉄道は市内線を名古屋市へ譲渡することを決定。また、1921年6月13日には、郊外路線を引き継ぐ新会社の、名古屋鉄道株式会社が設立されると、同年7月1日に名古屋電気鉄道から郊外路線を全て譲り受けたんだぜ。ついに名古屋鉄道の名前が登場したわね。1921年6月13日に設立された名古屋鉄道は、資本や経営陣の観点から見ても、名古屋電気鉄道の実質的な後継会社だったんだ。名古屋電気鉄道から市内線を引いた感じだものね。ただ、業績が好調だった市内線を失い、郊外路線だけでやっていけるのかがかなり懸念されていたんだぜ。
そこで打ち出された施策が急激な膨張政策だったんだ。前途に立ちふさがる不安を払いのけるためには、各地に路線を伸ばして積極的に交通需要を造成するしかないと、この方針が立てられたんだぜ。かなり強気な姿勢だわ。その第一弾として、起用地の起こしと新一宮を結ぶ外尾線を開業させたんだ。この路線はもともと外尾電気軌道が敷設免許を有していたんだけど、1923年に名古屋鉄道が同社を合併したことで勢力圏に収めることに成功。翌年に外尾線として開業させているんだぜ。ふむふむ。続いて1925年8月1日には美西鉄道が全財産を名古屋鉄道に譲渡しているんだ。やっぱり耐えきれなかったか。一応美西鉄道も新一宮名古屋直通線を建設することで体制の挽回を企てたんだけどな。実際に開業したのは新一宮側のほんの一部だけだったから、起死回生の策とはならなかったんだぜ。残念だけど、弱肉強食の世界だから仕方ないわね。こうした合併や譲渡による拡大だけじゃなく、新線の建設も行われたんだけど、これらの膨張政策にはさっき紹介した積極的に交通需要を造成する以外にも大きな目的があったんだ。どんな目的なの？それは名古屋から濃尾平野北部の中心都市である岐阜までを結ぶことなんだぜ。県庁所在地同士がつながればかなりの需要も見込めそうだものね。この第一歩として1928年4月に丸の内錦吉間を開通させたことで、押切町新一宮間が開通したんだ。また1930年8月には岐阜市周辺の路面電車などを経営していた美濃電気軌道を合併したんだけど、この美濃電気軌道は従来の相手会社とは違って規模が大きな企業だったんだぜ。どのくらいの規模だったのかしら？岐阜市内線と呼ばれる路面電車やインターアーバンにあたる美濃町線を開業させたほか、長良軽便鉄道や岐北軽便鉄道など他の鉄道会社も合併していたんだ。さらには鉄道事業だけじゃなく電気供給事業も行っていたんだぜ。電気の供給までやってたの？そうなんだ。ちなみに合併によって美濃電気軌道から引き継いだ電力供給事業に関して名古屋鉄道は全く関心を持っていなかったから、後に東方電力へ譲渡しているんだ。もしもそのまま続けてたらどうなっていたのか気になっちゃうわ。さて、そんな美濃電気軌道と合併した名古屋鉄道は合併直後の1930年9月5日に社名を名義鉄道へと変更しているんだ。名古屋の名と岐阜の義を取って名義鉄道ってことか。でも、ここで社名が変わったってことは、今の名古屋鉄道は、一体どこからやってきたのかしら？それについても後で見ていくからな。名古屋鉄道と美濃電気軌道が合併した時点で、名古屋と岐阜を結ぶルートとして開通していたのは、押切町、新一宮間と美濃電気軌道が抱えていた路線だった、笠松、新岐阜間だったんだ。つまり、新一宮から笠松までの間は、まだ開通していなかったのね。そこには何かあったのかしら？愛知県と岐阜県の間には木曽川が流れているから橋を架ける必要があったんだぜ。橋を架けるとなると結構な工事だよね。1931年に着工すると3年後の1934年に完成し、翌年の4月29日に新一宮笠松間が開通したことで押切町新岐阜間が全通したんだ。ついに名古屋と岐阜が繋がったのね。この区間にはデボ800系と呼ばれる画期的な車両が投入され、当時東海道本線が50分で運転していた名古屋岐阜間を名義鉄道は特急で35分という速さで結んだぜ。東海道本線よりも15分も速いとなればかなり優位に立てそうじゃない？そしてこの1935年という年は名義鉄道にとってかなり重要な年となったんだ。他にも何かあるのかしら？なんてったって今の名鉄が誕生したのがこの年だからな。え、そうなの？どんな経緯で名義鉄道は名鉄になったのかしら？1935年8月1日、名義鉄道はある鉄道会社と合併したんだ。今度はどこと合併したのよ？その相手は愛知電気鉄道だぜ。1913年に神宮前、常滑間に鉄路を敷いたこの会社は、続いて名古屋と三河地方をつなぐための路線を計画していたんだ。名義鉄道が名古屋から岐阜方面などの西側に線路を敷いたのに対して、愛知電気鉄道は名古屋から東側に線路を敷いたのね。この計画は1927年に、神宮前吉田間の開通という形で実現しているんだけど、当時としては画期的な高速鉄道を目指していたこともあって、高規格な路線として建設されたから建設費用がかなりかかってしまい、その負債が経営を圧迫していたんだぜ。結構ヤバそうじゃない？一応経営陣の尽力によってピンチは脱しているぞ。さて、名義鉄道と愛知電気鉄道は両社ともにあることが宿願だったんだ。一体何かしら？
それは名古屋駅への乗り入れだぜ。両社とも自社の路線は名古屋市の北西端と南端までしか乗り入れていなかったから、都市部への乗り入れが悲願でもあったんだ。しかし、両社は企業体質の違いや、鉄道運営の主導権をめぐる対立などで、当初は合併に消極的だったんだぜ。そこからどうやって合併したのかしら？ここで動いたのが、地元の有力者だったんだ。名古屋市長や愛知県知事、名古屋鉄道局長、商工会議所の会長や副会長が、両社の合併を強力に要望した結果、消極的だった両社の合併が実現したんだぜ。地元有力者の動きもあって、名古屋から南北に伸びる二大鉄道が合併したのね。そして、合併と同時に名義鉄道は、社名を名古屋鉄道と改めているんだ。ここでまた名古屋鉄道の名前が登場するのか。その後、名古屋鉄道は、瀬戸電気鉄道や厚見電鉄、三河鉄道、日田鉄道、東海鉄道、竹花鉄道、碧海電気鉄道、谷組鉄道が相次いで合併され、それぞれの営業線が名古屋鉄道に所属することになったほか、これとは別に相当数の株式を取得し、系列に組み込まれていた、豊川鉄道や蓬莱寺鉄道も合併されているんだ。かなりの会社が合併しているわね。こうして名古屋鉄道は愛知県と岐阜県にわたって、強大な路線網を形成し、特に愛知県内においては、合併を免れたのは、近畿日本鉄道名古屋線と豊橋電気軌道だけという、一大私鉄へと成長したんだぜ。近鉄と豊橋電気軌道以外は、すべて名鉄に合併されたのか。また、名鉄の悲願でもあった名古屋駅への乗り入れは、国鉄名古屋駅の移設改築に呼応する形で、1941年に新名古屋駅が開業しているんだ。名古屋駅への乗り入れも実現したのね。当初は、琵琶島橋、新名古屋間だけが開通していたんだけど、1944年に神宮前、新名古屋間が開通したことで、東西連絡線が開通したんだぜ。今日の名鉄の路線網が、ほぼ完成した感じだね。なお、東西直通運転が実現したのは、戦後の1948年のことなんだ。連絡線が開通してから、直通運転が始まるまで期間があるけど、どうしてなのかしら？それは、岐阜側の路線と豊橋側の路線で、電圧が異なっていたからだぜ。だから、岐阜側の電圧を、600V から1500V に上げることで、直通運転が実現できたんだ。なるほど。ちなみに、豊橋、新岐阜間の所要時間は、特急列車だと125分で、戦後、普通列車しか設定されていなかった、東海道本線よりも早かったんだぜ。国鉄よりも早かったの？ああ、そうだ。しかし、1950年には、国鉄が名鉄に対抗して、豊橋、名古屋間及び名古屋、大垣間に快速列車を設定したところ、豊橋、名古屋間は、名鉄特急が80分なのに対し70分で、名古屋、岐阜間は、名鉄特急が44分なのに対して36分と、スピード面では、国鉄が上回るようになったんだぜ。スピード面では、ということは、名鉄にはまだ強みがあったのかしら？その通りだぜ。実は、国鉄は運行本数がかなり少なく、1956年時点では、1時間に最大でも3本しか走っていなかったんだ。あの東海道本線に、1時間に3本しか走っていなかった時期があったなんて。戦後の名鉄は、従来の拡大路線ではなく、車両サービスの向上に取り組んでいるんだ。1959年に私鉄初の通勤冷房車である5500系を投入したほか、1961年には7000系パノラマカーがデビューしたんだぜ。名鉄といえばこのパノラマカーだわ。ご存知の通り、日本初の全面展望席や空気バネ、二重合わせガラスの採用など、従来の常識を一新する高性能車両で長い間名鉄の顔として活躍したんだ。また、1970年代以降の名鉄は、新線を続々開業したり、名古屋市内の拠点を整備していったんだぜ。この時期にはどんなことをしたのかしら？例えば、1978年には、住宅地や文教地区として発展していた瀬戸線沿線と名古屋中心部を直結させる目的から、東大手栄町間が開通したほか、翌年には、豊田地区と名古屋中心部を結ぶ豊田線が開業したり、1980年には、知多半島南部のリゾート開発や宅地造成に呼応して、知多新線が開業したりしているんだ。結構開業しているじゃない。さらには、東海道新幹線の岐阜羽島駅設置に伴って、同駅と岐阜方面を結ぶ羽島線が1982年に開業しているほか、1993年には犬山線と地下鉄鶴舞線の相互直通運転も始まっているんだぜ。時代の変化に合わせて欲しいところに路線を新設したり、他社との相互直通運転を始めたりとかなり拡大しているわね。ただ、1980年代後半を過ぎると、
国鉄民営化によって誕生した JR 東海が本格的に東海道本線へ手こ入れし始めた上に、バブル経済の崩壊が重なったことで名鉄にも暗雲が立ち込めてきたんだ。JR 東海になってから東海道本線が本気を出してきたってことか。例えば名鉄と競合する区間では運賃を特別に安くする特定運賃を設定したり、運行本数を増発したりしたほか、名鉄に対しては豊橋駅への乗り入れを制限したり、名鉄岐阜駅周辺に高架橋をかけたことで名鉄の伏線化を困難にさせたりと、 JR 東海もいろいろと手を打ってきたんだぜ。まさにあらゆるところに手をつけた感じだね。その結果、名鉄名古屋本線のシェアが奪われたことで経営が悪化してしまい、これまで補填できていた江田線をカバーできなくなってしまったんだ。その結果、名鉄は関山線区の整理へ舵を切ったんだぜ。コロナ禍に突入した時の JR 各社を見ているみたいだわ。美濃町線や伊比線、谷組線、八尾津線、竹花線などが廃止されているんだけど、一方でこうした状況下でも新路線も誕生しているんだ。もしかして空港線とかかしら？その通りだぜ。2005年に中部国際空港セントレアの開港に合わせて開業した空港線は、空港アクセス特急ニュースカイを利用することで名鉄名古屋中部国際空港間を最速28分で結んでいるんだ。また常滑線と空港線は名鉄の新しい主要幹線となったんだぜ。今後の名鉄の展開にも目が離せないわ。ここまで名鉄が愛知県と岐阜県で強力な勢力圏を形成できた理由について見てきたけど、どうだったかい？たった 2.1 キロの路線から始まった会社が総延長400キロを超える大手私鉄になるまでには、合併に次ぐ合併が繰り広げられてきたのね。そうだな。ただ、合併だけじゃなく、新線の開業ももちろん行われてきたし、何よりも当時としては斬新な電車を採用したり、インターアーバンに目をつけたりと、先見の明があったとも言えるんだ。この動画を見て皆さんはどう思ったかな？印象に残ったこととかコメント欄で教えてくれると嬉しいよ。このようにこのチャンネルでは鉄道に関する話題を解説形式でわかりやすくまとめていきます。皆さんのチャンネル登録、高評価が励みになります。また他にも取り扱ってもらいたいネタがありましたら、そちらもぜひコメント欄で教えてください。それじゃあ今日はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。